ばんは。こんばんは。4月最初のアコナイツ、はい、1回しかないか始まります。司会急遽決まりました佐野と申します。よろしくお願いします。最初なんか言われることを言ってるのちょっとよく覚えてない。なんか YouTube の方でも流れてるみたいですよかったら皆さん見てください、はい。ソネフォークビレッジリターンズになります。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。こんばんは、ボソネフォークビレッジリターンズです。このお店はあの、2年ぶりになります。で、ちょうど今すごくドキドキしてて、ドキドキしてあのなんか10年ぐらい前に初めてコピー行った時の。で、今日はあの実はあの2人でやるんですが、あのなかなか今、お互いの、まあ、事情でほど顔を合わすことがほとんどなく、で、まあ、今日は久しぶりに行こうじゃないかという話になりましたので、あのどのくらいのものができるか分かりませんが、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
バテをしているんですが、皆さんは、ね、いかがでしょうかって感じなんですけど、暑い最中にあってど真冬の曲をやっていております。こういうものしかできないという感じの曲たち、よろしくお願いします。
割と僕は順当に来てるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね、息子の代がちょっといかんみたいなところがあるんですけど、僕の人生の土砂降りは小学校時代ですからね。ね、小学校で的になんかこうすごくこうクラッとですね、内向的な子だったので、もしやり直せるなら小学校を永代したいなと思ってるんですけど、はい。人生の小学生から切り替えを教えてますけど、なんか 小学校ぐらいの時に、なんかこう吉田拓郎かなんかを聴いちゃったりなんかして、で、中学ぐらいから、マジカルピアノとか始まって、まあ、それからなんとなくこう、明るくなってたのかなというふうに思います。はい、すみません。じゃあ、一組目、大曽根フォークビレッジリターンさんでした。
ゃあ、準備のできましたということで、2組目、風の音の葉さん、始まります。よろしくお願いします。こんばんは。風の音の葉と言います。ここで憧れのステージだったんですけど、やっと立つことができました。かなり緊張してます。ブラジルのジャズっていうんですかね、ショーロっていうジャズがあって、本当のショーロってなんかもっと違うらしいんですけど、ちょっとショーロっぽい音がしますね。
ジョン・ミラーっていうギター、ギタージャズギターっていう人ね、2人でアルバム出してて、そのアルバムの曲がとっても素敵なんで、ちょっと挑戦してやってみたいなから始まったんですけど、あの彼らのアルバムの変化、スリーライオンについて選べたいと思います。もしかしたら、すごいな、これ。あ、どうも、すみません。
じゃあちょっとお話を。いえいえ、本当は司会が佐野さんなんで、佐野さんなんですけど、次が佐野さんの出番なんで、ちょっと私が演じたという、風の音の中で素敵な名前ですね、かっこいいね。ずっと2人でやっとられる、こういうの。そうですね、最初はね、歌物ばっかりでやってたんですけど、だんだんこうインストとかやったりなってきて、昔はね、風の音の葉っていう名前だったんですけど、でもだんだんこう楽器だけの曲も増えてきたんで、この葉っていう名前に変えた。素敵なね、素敵なあれですね、まぶんですね、すごい。そうです、どこギブソン、ギブソンですか、やっぱり F4 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 F4はい、上がれないっていうようなとこからやっと這い上がってきたって感じですね。どうでした？どうですか？いろいろありますか？まあね、ちょっとテーマね。何年ぐらいやったんですか？誰で始めてからは9年また。本当に来てくださいよ。その高いステージじゃないですか。本当憧れで、ミニは来てたんですけど、ファンで出させていただけるんですけど、俺なんかやってますから大丈夫。じゃあ、本当ありがとうございました。はいはい。次は佐野さん、あとはガーディアンドッグスさん、ロイ・カメムラさん、ラクダバンドさんと続きますので、じゃあ、佐野さん、大丈夫？フライングの、おい、またもうちょっと、なんか急にこっち来て、急に司会やってくれ言われたらしくて、やる前に、あっ、疲れたっても、ありがとうね、ごめんね。よろしいですか？じゃあ、お願いします。
の司会決まって、まあ、毎回あのトークテーマって形であのやってるようなので、僕も勝手に今日あの、まあ、最近ゲリラ豪雨が多かったんで、ちょっと、まあ、人生のうちのゲリラ豪雨言い過ぎかな似合ったことをちょっとお聞きしてる感じなんですけど、で、まあ、うちらバンド4人いるんですけど、僕今日、まあ、お酒飲んでるんですけど、その理由があの車壊れちゃったんですね、で最近なんですけど、1ヶ月、あ、違う、ここ1年か、みんな車でトラブってたんですね、メンバー。あの僕以外、みんなカマフられちゃってるパターン。はい、何が起こってるんだろうってぐらい、なんかちょっと、ね、先週もだからその、カマフられたって話を聞いて、うん、だからできるだけ、まあね、保険でお金取って、いいギターを買ってほしいなと思ってるんですけど。じゃあ、2曲目なんですけど、エナジードリンクであの翼を授けるのがありますけど、今日は翼をくださいよ。